有明海で養殖された秋目のりの今シーズン初めての入札会が24日、佐賀市の佐賀県有明海漁協で開かれました。入札会には全国から53の買い付け業者が参加しました。出品枚数は昨シーズンより4割少ない1億6200万枚で、業者はのりを手に取り品質を確かめていました。 今シーズンは、海苔の品質低下を招く赤ぐされ病が拡大しました。対策として、網を海面から上げる時間を増やしたことから、豊作だった昨シーズンと比べ、収穫量が大幅に減っています。また、最高級ブランド、佐賀海苔海一番の販売枚数も、昨シーズンの8分の1にあたる3 9600枚となっています。 有明海漁協の目標は、販売枚数が21億枚、販売額は218億6000万円です。ともに旧シーズン連続の日本一を目指しています。